はい、日比野哲也です。ドリフトドライバーやってます。今日はですね、はい、うちのガレージです。今日はね、何してるかと言いますと、はい、いつもの神風号ありますね。はい、これはですね、走らせます。はい、それはね、6月11日 YZ サーキットでチェッカーオートさんっていうね、まあちょっと地元の車屋さんの走行会があります。で、そこでですね、まあゲストドライバーっていう形で私、日比野哲也、はい、ドライバーとして、はい、呼ばれております。はい、で、まあ僕のね、スポンサーでもあるチェッカーオートさんっていうのは、まあ年間にね、1回か2回は YZ サーキットでこうお客さんに向けて走行会で、それはちょっと珍しくて、本当に一般車、本当に買い物する車だったり、本当に人を乗せるだけの車だったり、もう本当にこういうね、走る車だけじゃなくて、本当に四駆だったりね、ワゴンだったり、まあそういう本当に一般の車でも、まあサーキット一回転がしましょうみたいな、はい、でサーキットって実は楽しいんだよみたいな、はい、で家族揃ってまあね、こうサーキットでちょっとピクニック気分で行きましょうみたいな、そういうね、走るだけのね、走行会っていう感じではなくてですね、まあみんな楽しんで走ればいいじゃんみたいな、はい、そういう感じのゆるい走行会になってます。で、まあこの車を持ってくる理由としては、そういうお客さんに向けて、まあ道場走行してあげるっていうね、まあそんな何十人もっていうのはちょっと無理なんですけど、まあ限定させてもらって、現地でまあ数名、はい、この本場所の横に乗れることになってます。はい、であとはね、自分以外に塚本七海って言ってね、まあ、僕が教えてる、まあ、ドライバーがいるんですけど、まあ、その子も、まあ、多分どうだろう A86、はい、乗ってくるんじゃないかなと思います。で、本当なら、A86 チャンピオンズカップの、はい、チャンピオンでいます、豊田君もね、本当は来る予定だったんですけど、今回はちょっと、はい、野暮用ができたみたいで、はい、来れないみたいで、はい、なのでまあなんかどうだろうな、10人ぐらいかな、まあ道場走行できます。で、僕の本番車と、まあ塚本選手の、まあ、86、はい、2台持っていきますんで、はい、そのためにですね、今メンテしておりますということです。で、まあね、メンテしてるイコール、まあ、オイル交換もするんで、もうそのついでにですね、TTI のミッション、はい、まあね、入れたばっかで、ちょっとね、どんな感じで動いてるのかって、まあ、自分でもね、あんまりこう詳しく分かってないのでね、まあ、上からガチャガチャやってる時に下でどういう動きしてるのかっていうね、それをちょっと、まあ、時間もあるので撮ってみたいなと思います。で、自分が動かしているところと、まあ、下の2カメで、はい、まあ、どういう動きするのかね、はい、ちょっとチェックしたいと思って、はい、やってみたいと思います。ね、ちょっと興味あるね、やってみます。はい、今ね、車準備したんで見てみましょう。はい、こちらですね。とりあえず、まあもう一回改めまして紹介しましょうか。今はこれ油圧サイドが、はい、かけてやったんですけど、ここが TTI の、はい、シフトです。これは一本シフトなんすよ。はい、 S14 とか S2000 で使ってたやつはこっちから一本出て、こっちから一本出るタイプ、二本出てるタイプなんですけど、今回これは一本で、これがシフトチェンジ、こっちに動かすとバックでニュートラル、こっちにすると1速2速3速4速5速6速からの、はい、ギアのガチャガチャですね。はい、これ入るかな、止まったままで。一応ですね、リンケージが動くとミッションも動く。あ、やっぱ入んねえな。とりあえずバックにするとこれゼロのままなんですよ。はい、だけどバック入ってます、ちゃんと。これはもちろんこのニュートラルの状態でしかバックは入んないんで、
一足の場合バック入んないです。はい、ニュートラルしてからバックになります。はい、まあまあうるさいね。はい、ミッションクーラーの、はい、ポンプの音です。でこのシフトをつけるときに、まあ、ここを大幅な加工をしてるんですけど、まあこの高さは一緒なんですよ。でその開口部をちょっと広くしてこれをつけてますね。はい、よし切っちゃおう。はい、でこのプレートを使ってサイドの、はい、このレバーをつけてます。はい、こんな感じで、でこのねもうシートとギリギリ、うん、でこれで一番こう苦労したのは俺の席のポジションだとまあここなんですけど、小さい子もねあの試しに乗って乗せてあげたいから、まあ、もっとねスライド量を増やすっていう意味でまあまあここの取り付けを考えたんですよね。もともとレバーこの辺にあったんで当たっちゃったんですよね。だから自分より背の低い子が乗れない仕様だったんですよ。なので今回ねあの鎌倉社長といろいろねあの場所を試行錯誤しながらこの場所行き着きました。はい、なので今はあの背の低い、はい、150センチの子でも多分スライドはできると思うんですけど、まあその分ねあのハンドルの位置とかがどうしてもね俺用になってて、で前に出せば前に出すほどちょっと運転しづらくなるんですよね。うん、なのでひょっとすると、ねたね、このハンドルだけディープじゃなくて普通のやつにした方が乗りやすくなるかもしれないですけどね。はい、まあとりあえずこんな感じで、はい、TTI のシフト、はい、しっかり取り付けてやります。でまあ俺の好きなポジションはこのステアリングからちょっとこうね近めの位置にサイドのレバーで高さが違うシフト、はい、ここの高さを一緒にしちゃうと間違いやすいんで、まあやっぱりこの段差をつけてますっていう感じですね。はい、じゃあ一回エンジンかけて動かしてみましょうかね。で下がどういう動きしているのかとか、はい、ちょっと同時で、はい、2カメで撮ってみたいと思います。行ってみましょう。じゃあエンジンかけますよ。はい、エンジンはかかりました。でまあ普通のサイドも、はい、駐車ブレーキついてます。はい、だからツインキャリパーです。油圧サイド用と、まあ、もともとついてたやつ、はい、まあ使い分けてますという感じです。でとりあえずミッション行ってみましょうか。クラッチ踏んで一速、はい、繋いでます。で二速、三速、四速、五速、六速、はい、下がどんな感じかね気になるね。はい、で五速、四速、三速、二速、一速でニュートラル。でバック行ってみましょうか。バック、はい、バック入ってます。はい、ニュートラルです。はい、一速入れてみますか。はい、一速、これ一応クラッチなしでも一回アクセル抜いた時に行けば入るんですよね。ちょっとやってみましょうか。まあこういうことをできるのはやっぱりシーケンシャルのちょっと強みですよね。でさらにアクセルも抜か
かずに入る方法が、フラットシフトって言って、まあ、どっかにね、センサー埋め込んだりとか、まあ、そういうセンサーついたあのパーツ入れたりとかして、もう引くタイミングと同時に転換をカットしてニュートラル状態作るみたいな、はい、そんな感じでもう最新型の人はやってますね、はい。まあ、この A86 にはそのフラットシフトの機能はまあ入れない予定です、はい。まあ、そんなにね、戦う場所がないんでこの車は、はい、とりあえず、まあ、シフトダウンも一緒です。強化ギアだし、まあ、ドグミッションだし、だから駆動系としてはもう全然問題ない。だから NA で使う分にはやっぱり250馬力とかぐらいかな、マックスで。だから300馬力対応だったら、まあ、壊れることはないかなって思いますね。まあ、その分ね、あのドグミッション入れて、でクラッチも、小倉さんのメタル入れてるんですよ。まあ、聞いたら分かるんですけど、このシャリシャリいってるやつ、はい、まあ、これは特徴なんですけど、キレが良くなるんですよね、どうしてもメタルクラッチだと。でキレがいいからミッションもガチッと、ね、やっぱりちゃんと入る。この辺はいいとしても、今度不安な部分がやっぱりファイナルギアだったりとかが不安になってくるかなっていう。だから俺のやつは今あの WPC をかけてあって、一応その表面処理はしてあって、まあ多少強くなってるかなっていう。で、今のところトラブルはないかなっていう感じです、はい。とりあえずは今回はこんな感じですね。おい、下回りの点検をしようと思ったですね、まさかのミッションマウントのボルトが一本なーい。なんだいこれは。飛んでっちゃったかな。ボディガーはね4本で止まってるんだけど、ミッションとマウントの取り付けが2本なのに1本ないですね。これは良くないね。でもこれ今このネジないかな、ちょっと準備しねえとないけど、まあ今撮影したいからこのままいっちゃいますか、はい。とりあえずこの今この映ってるこれがですね、バックですね。でこの上にあるのがあのミッション6速ガチャガチャするところね、ここがはい動くんですね。でこのリンケージでシフトがガチャガチャ動くという感じになってますね、はい。こっちから見るとこんな感じかな、バック、はい、こんな感じです。いいよ、はい、作業は終了しました。はい、まあね、DTI のね、動かした時に下側でああいう感じでね動いてるっていうのが分かったんで、まあね、なんかねやっぱりスムーズですよね、動きがね、はい。もう本当にあのね、DTI のミッションってまあずっと使ってるんですけど、本当にあのストロークがめちゃめちゃまあ少ないというか、本当にあのすぐに入るんですよね、ミッションがね。でしかもすごく忙しく入れても入るんですよ。だからそこがねすごくね優秀だと思いますね、
もう入るのもそうだし落とすのもそうだし、まあ、全然あの違和感なくもうスピーディーに入るんで、まあ、本当に TTI はいいかなと思ってます。でね、それをね思うと今あのホミラディジャパンで使ってる RZ34 が HGT っていうミッションなんですよ。あれがねそこまでねすこすこ入らないんでちょっとね違和感がありますね。まあ、構造的になんか似てるっていう話聞いたんでそんな感じで動くとすごくね加速だったりもうドリフトしながらのシフトアップだったりすごくねいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあなんかうまいこと動くようにならないかなってちょっとずっと悩んでます。はい、正直ね。だからね本当にうんちゃんが楽できるっていうことを考えるとまあめちゃめちゃ必要な道具じゃないかなと思いました。はい、そんな感じで今回はですね以上となります。まあなんともない動画なんですけど、まあただ86準備したついでにねちょっと普段見れないものが見れたっていうぐらいでね、はい、自分でもまあ勉強になったんで良かったかなと思います。はい、今日は以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。